今この横浜 FC にとって非常に明るい材料な木村主審です。さあ前半の45分が今始まりました。一度ボールを戻して上空舞っているその強い風の中、落としたボールゴール前来た、田代決めて先制、待望の今シーズン。ターンホガンも左、まあ、外から入ってきてますし、まあ、そこ狙いもあったでしょうし、まあ、あとは多分ヘディングしたのは岩竹なんですけど、2人余ってますもんね、ターンホガンも。で田代がいいところに浮いてましたね、まあ、あとは落ち着いて決めましたね。今シーズン初めてリードを奪うという展開になりました。柏レイソル相手に手塚、低いボールできました。ボール込めてジャメン亮、このボールがリフレクションして目の前に来ましたけど、直接フリーキック、手塚狙った、こういうところ狙いましたね。キムスンギ、あのボールのいわゆる軌道を見ればちょっと嫌ですもんね、はい、さあコーナーキック、落としたボール、ここからです。拾って斉藤を戻して、そして今長いホイッスルになって前半が終わりました。横浜 FC 初めてリードして前半を終えるという今シーズン。木村主審が時計を合わせてホイッスルが鳴りました。後半のスタートです。長いボールをまず送りました。これは前半と同様です。よく狙ったのかもしれないですね。さあ回収したボール今度レイソル一気にチャンスになりました。馬力のあるクリスティアノ、シュート、南いいカットです。シュートストップ、やらなきゃいけないっていうその責任感は出てたと思うんですよね。そのやっぱ孤立するシーンはちょっと多かったかなって気はしますけど、まあ結局オルンが不在の、つまりあチャンスなのか、チャンス、これは体をうまくぶつけに行って、そしてイヤスシュートで、あーわずかに外れたか、手塚落ち切らずバーの上を越えていきました。まあ、難しいキックにはなってしまいましたね。ここは面白い踏ん張りどころ、入ってきた神谷、神谷来た、入れたボール正面からエースがシュートへ、タイミング外してシュート、面白いタイミング。南からすると自分の左に来るだろうと思ったら逆サイドに来たのでちょっと動けなかったところもあったとは思いますけど、よし神谷入れた、ヘディングシュート決まった、ナイスキーパー宮崎、いやー素晴らしい。コーナーキック、インスイングゴールに向かってきてシュート決まった、入ったか、どうだ、決まっていない、ジャッジはゴール、すでにゴールラインを割っていた、同点ゴール、すでにゴールラインを割っていた、決めたのはやっぱり怖いですからね。ゴヤだ、ゴヤですね、はい、行こう行こう、いや神谷、南こぼした、キーパーへのファウルを取りましたか、そうですね、そして今試合が終わりました。1対1、両チームともに白星とはいきませんでした。